ブラックペアン 12.1% と第3話で最低視聴率を記録した後は 13.1、 この前の第5話 13.4 と上昇傾向に転じて、とりあえずこのクールの連ドラの中でここまでの平均視聴率は 13.0% とトップの座に君臨。で、物語の方もね、スナイプ編が一段落してダーウィン編に突入ということで、ウェブサイトリアルサウンド映画部5月21日付ではこんな解説が。スナイプに続き東城大学医学部附属病院に乗り込んできた新たな黒船、それは手術支援ロボットのダーウィン。スナイプ手術の技術こそ現実の医療界ではまだ臨床試験段階の技術であったが、ダーウィンの名で登場するこの手術支援ロボットはダヴィンチという名で現実の医療に実用され始めているのだ。日本では現在300台ほど導入され、この4月から保険適用も始まるなど、徐々に身近なものへとなりつつある。まさに医療の未来とも呼べるダヴィンチ。手術用のロボットと一口に聞けば、医者の技術を必要としないと言われたスナイプ以上に、医者の存在さえも不要になってしまうのではないかと思ってしまうところだが、それを操作するにふさわしい医者の腕が必要となることは言うまでもない。医者の熟練の知識と技術、それが最新鋭のロボットを媒介して患者を救うという図式は、これまでこのドラマの鍵となってきたスナイプと同じだ。もっとも本作で手術支援ロボットがテレビドラマに初登場を果たしたとなれば、必然的に本作だけでなく、これまであまた作られてきた医療ドラマというジャンル全体にも大きな変革をもたらすことは間違いないだろう。さて、今回のエピソードでは、小春を救うために必要ならルールを破ると宣言し奔走する高階からの頼みに、都会は暴言一つ言わずに手術を行う。この二人のチームワークが回を追うごとに良くなっていると同時に、都会という人物の人柄を再確認できるエピソードになっていたことは見逃せない。ダーウィンに関する文献を読み漁り、徹底的に研究を重ねる。そしていつも通りの暴言を吐きながらクールに振る舞う。そして内面には、登場大にはできるんだよと敵対する帝華大への闘志を秘め、大学病院同士のプライドのぶつかり合いを演出。見事に手術を成功させればこのぐらい当然だ、医者だからなと捨て台詞を吐く。これまではダークヒーローのような振る舞いが目立った都会が、たちまち努力家のヒーローであるという新しい一面を見せたのである。ふん。で、ちなみにね、現実にダヴィンチを用いたいわゆるロボット手術はね、前立腺がんの全摘手術のみが保険適用となっていたんだけど、今年2018年4月1日から僧帽弁形成術、三尖弁形成術の心臓手術をはじめとして、食道がんや胃がんなどにも健康保険が適用となったことから、これからますます増えてきそうとのことを。で、さて、そんなブラックペアンに今回もあの方からメールが。このドラマを見ていると、9割のドクターは腹黒いんじゃないかと思ってしまう今日この頃。皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。ブラックペアン第5話、今回は新たな新兵器ダーウィン登場といった感じの展開でしたね。それにしても、いつも明るく温和なイメージとは異なる二宮くんに未だにやや慣れない感じを受けながらこのドラマを拝見しております。今回紹介するタイトルにブラックが入る映画は、1997年のアメリカ映画メン・イン・ブラックです。トミー・リー・ジョーンズとウィル・スミスの二人が黒いスーツにサングラスというスタイルで楽しませてくれる近未来 SF コメディといった感じですね。密かに地球に侵入しているエイリアンを探し出し、害を及ぼすエイリアンは消し去ってゆくという物語です。その任務を担う国家の秘密組織がメン・イン・ブラックなのです。特に映画に登場する様々な小道具が面白かったですね。
UFO やエイリアンを目撃した人の記憶を消し去るアイテムとか、手のひらサイズなのに破壊力が半端ない銃とか、それこそスナイプやダーウィンのような秘密兵器がじゃんじゃん登場して大いに楽しめたと記憶しております。主人公を演じたトミー・リー・ジョーンズはこの映画のキャラクターが受けて、自分自身が地球に侵入したエイリアンという設定で缶コーヒーボスの CM に登場しました。で、未だに続いているのは立派です。今やこの CM の原点がメン・イン・ブラックであることさえ知らない人の方が多いくらいですね。ブラックペアンは新たな展開に入りました。これからもどのような最新医療機器が登場するのか楽しみにしたいと思います。ふん、ということで、何はともあれブラックペアン、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。